37期鳳凰戦 A2 リーグ司会実況の小笠原奈緒です。解説は瀬戸駒直樹が務めます。瀬戸駒プロよろしくお願いいたしま す。お願いします。対局の準備整っております。鳳凰戦 A2 リーグ第4回戦東杯の開始です。立ち合いに広柴田の合図によって4回戦が開始されました。ちいちゃから一つい、なんちゃに山田、しゃーちゃにわくつ、ぺーちゃにふもとの並びです。今回の抜け番は内川幸太郎選手になっております。さあ普段でしたらね、4回戦ここで終了しているわけですが、そうですね、はい、5回戦目もあります、はい、さあドラガチーピン一つ井の親番です。これ20年後とかに、はい、この対局を見た人が、はい、若い子とかが、うん、なんでみんなマスクしてんだろうと思います本当ですね、これはちょっと異例な光景ですもんねあんま普段はマスクしない方針ですもんね。そうですね、あの冬場とかね、やっぱり、はい、あの自分が練習する時とかはね、やっぱインフルエンザとか流行るんで、はい、予防のためにマスクはよくしてやってますけどね、はい、なかなか試合ではないですね。ないですね。やっぱ表情でも一つ汲み取ったりするのが麻雀の部分でもあるんですかね。まあ、そうですね。さあコロナの影響で4社全て選手の皆様マスクを着用しての対局となっております。ご了承ください。放送対局じゃない試合はね、結構してる人とかいますけどね、はいはい、うん、そうですね、はい、普段からしてる方は咳しちゃうとかね、うん、花粉症の時とかありますね、はい。さあ今回抜け番内川なんですが、内川はマイナスのポイントまで3回戦を終えていきました。あのリャンソーからですよね、はい、ダブルじゃない休止休敗からの、でもここで一つ、はい、休憩と。内川さんもねトップラスラスでしたからね、はい、うん、まあ、ちょっといい意味でリフレッシュできるんじゃないですか、うん、はい、一つさん浮きましたもんね。浮きです。はい、で麓さんは2連勝ですか、うん、ただ2連勝で28なんでね、ちょっと本人的にはモフモフタイム見たいですね、うん、まあ馬があんこに3色は本戦にするんで、パーピン9ピンは触らない、うん、パーキューも触らない。3色を見ての小さ切りでした。マンズが良さげって見ましたね、はい、山田さんは。こちらの手です。マンズを残しての総切り、ドラのチーピンは一つ井の元に一枚。うわなん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 さあちょっとお休みみたいにしてますね。じっといつ狙いつつ、もう差し子。あの辺がね、結構一つ井さん6ブロックにしがちですよね。うん、中華 E1 選択する人も多いと思うんですけど、はい、じゃあ先ほど言っていたのように山田プロとかですとここでもう、まあそうですね、はい。さあ死後の3色いいシャンテン、リャンウソリャンウマ、ここに馬があんこです。マンズ来ましたよ。リャンマンは1枚入れ。さっきの手配勝俣さんは 100% いいわですね。おお、はい、そんな気がします。いいわ以外切ったのみたいな、はい。一つ井の選択は3万の6ブロック。これはスワン先切るかな。オーチュン切った。並べた。並べましたね。これはどういった効果があるんでしょうか。うん、やっぱり E1 スワン引きを逃したくないってことですよね。うん、単純に、うん、はい。親ってのも大きいんじゃないですか。はい、上がりやすさで言うとスワンを先に切っといた方がちょっと。まあそうですね。うん、うおースーパー。すごい。うまくいった。6ブロックからのこれですよ。ただリャンウソがめちゃくちゃ薄い。ノー、本当です。目に見えて薄いですね。
嘘ないんじゃないですか。嘘は全切れになってんだ。卵巣が残り1枚あるだけ。あ、親番だからっていうことが大きいんでしょうか。うん、まあそうですね、確実にその卵巣はいそうってこともあるんでしょうけど、うん、悲しいですね。はい、悲しいです。卵巣は山に残り1枚、完了前引き入れましたよ。山田天杯ウーマン切ってベンチピン、ウーマンは無数字です、うん、山田にも注目が入ります。もう現物切りづらいですよね、はい、うん、これ両ピンは両方2人の現物、 GP はドラです。いやー、 GP が3山です。行き切ってほしいが、打ってる選手は分からないでしょう。これ山田さん E1 の方が嫌なんですよね。うーん、3腕切りなんでシャンポンあるかなって考えてますね。スチワンとシャンポンのケースどっちかなみたいな、はい、3万離してのまた3万宣言杯ですもんね。そうですね、だからチュンと糸落としで挟んで、あ、でも E1 切りますね。あ、それでもテンパイは継続しております。山さん対山一です。親根リーチ、山田は闇天、三色ドラマチ、三枚もいいんですね。三枚もいますね。いなさそうなのにいるんですね。あー、掴んだよ、嫌な感じで切りました。 GP は当たりました。山田の上がり、三色ドラ1は5200。いやー、いいおしっぷりでしたね。はい、ついな。まあ結局ね、うん、A リーグは押し返し強いですからね。うん、どうすればよかったんですかね。まあさすがに闇点はありますよね、リャンウソ枯れた時点で。はい、うん、まあ、よくないですもんね。うん、山田の親番となりました。先ほど5人上がった山田、ドラがバーマン、リュウハがトイツ。お、Gトイツのイーシャンテンです。枠2ドラマ1枚ありました。何でしょうか。イーマンピンズの本質に行くんでしょうか。チューチャンパイの数万からの切り出し、6チップあるか。すぐにテンパイ入るのか。枠2はイーシャンテン中、ドラ1枚持っている、はい、ドラありますね。ドラが3山です。あ、ピンズ飲みます。何から切っていくんでしょうか。うん、まずソーズと並べました。ここは考える。バーピン切り、手配が完全におかしいですね。おかしくなりましたね。はい、うん、しょうがないですか。こちら伸びる一つ、ピンズの本一、ワンコになりました。まだ枯れて、あ、今は枯れてますね、はい、それでもロースを残していきます。のピンズだ、ピンズの嵐一つ。うん、そうだね、今は2枚切れなんで、はい、持っても一巡でしたね、うん、EP のポンから発進です。1枚目の EP のポン、鎮痛までいけるか。一つにピンズが高い。枠は1枚切れ、トンが2枚切れですが、難を打ち出していきます。今回は自敗がそんなに期待はできない自敗になってるんですかね。一つの仕掛けがあります。うん、ただね、あんこなるケースもあるし、はい、もちもちだったら頑張って持ってた方がいいこともありますからね。
来ましたパピー。いいの引いた、嬉しい。これはイーシャンテンくっつきです。こちらも全身ですが、一つ引いたら大変ですね。一つ引いたら今のうちバッチ確認しておかないと6級ピュー椅子地、はい、そんな感じです昨日も難しいのありましたからね。昨日ありましたね。沢崎さんでしたっけ。サブロー級、いや吉田さん、サブロー級ピンスーピンと見せかけ てウーピン回るやつ。あれウーピン抜けそうです。見落としがち。あれ怖い。本番来たら怖いですね。うまあ一周回るうちには気づきそうですけど、はい、ね、その一周の間に出ちゃうの怖いです。あれはちょっと怖いなと思いました。はい、あ、これは。関三品の天杯、はいね、はい、まあさっきの町確認のやつを引いたんで三品、ね、お、あ、分かりやすいです。そうですね。そういうことです。ほうほう、はい、ありがとうございます。それで冷静に考えれば、はい、あ、いいこれは6級品、はい、スッチピンですね。町を確認してですね、うんうんうん、鎮圧には変わりありません。 EP のポンを入れています。ロケピン、スッチピン、ウーピン。そうですね、これもウーピン。危ない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 。これもウーピンです。まあこっちの方が分かりやすいですかね。さあ枠ずっとイーシャンテン。入らない。その間に一つ上もすでに天杯。マチも両系。ヤンピ余ってますからね。僕なんか結構ビビりだから、この回ってくる間に500回ぐらい確認しますね。瀬戸川さんでもそうなんですか。いや一応ね、はい、視聴者からしたら全然わかんないです、そういうの。意外と、はい、テンパイ、あ、テンパった。あの僕みたいにちょっと弱めの方が慎重になるんで、あ、不安だなって思ってる方が、あの自信持ってる人の方が抜けたりもする、はい、ありますね、あの人が失敗するんだってことありますよね。僕は大体自分の最初に思った街は抜けがあると思ってるんで、はいはいはい、こう分けちゃってもいいですか。まあさりげなくだったらいいと思います。はい、さあ枠図は、あ、受けたんですね。 EP 持ってきて流派短期のテンパイでしたけども、イーシャンテンパイを崩しています。つもろか一つい泣き鎮圧、うーん、まだ残ってますよ町は。ここにピンズ自敗がどしどしと、やっぱりどうしても余ってますからね、はい、うん、警戒はされますね、はい、誰も切らないですね。両ピンは一つに現物です。チーソーは一つに現物。山田の表情が映し出されましたが、さあどうだ。なあ、力は入るが、そこにあるのはちゃん、これは上がれそうですもんね。そんなにいい町ではない。結構自分で使ってますからね、うん、枚数的には。そうですね、はい、でも上がらせてほしかったのに、もうつもありません。流局となりました。周りには徹底ガードされて一人テンパイ鎮圧。さあ4回戦はトーン3局です。流局しての一本場、マクツの親番です。9期13期ブロックインを獲得、ワクツアキラ。ドラが9万。
4統一ですね。ドラも1枚あります。あ、結構これはそうだね、ダブトンとドラの基盤孤立なんでちょっと難しかったですね、はい、今第1打マクスはウーピンからの切り出しを見せました。次も選択ですが、チートイズに行くんでしょうか。親番ではあります。あー、チートイズは見ないとメンツテなんですね。瀬戸熊さんでしたらどうしてました。まだチートイズは見てましたか。そうですね、キューアンドラですもんね、はい、なんか難しいんですよね、チートイツ見るときと見ないときって、僕結構あのメンツテと最後まで引っ張るタイプなんで、あ、両天秤ってやつですね、はいはい、だから、はい、あの若干テンパイと上がりの精度下がるけど、はい、捨て牌は強くなる。チートイツって分かりづらい。そうそうそう、分かりづらくなる。さあ、1通1つ。やっぱチートイツにしない方がいいよって言われるときって絶対上がりたいときとか。そうですね。うん、あとはまあ親番でテンパりたいときはやっぱメンツの方がテンパりますよね。さあ、ドラにくっつきましたがチーマンです。ここにもドラ、来てますね。イーシャンテン、ウーピーの方から行きました。普通に定めましたね、はい、ここもちゃんと含みイーシャンテン、はい、イスピン6万これでどうするか。リャンピンかローマンか。ローマンつもぎり。嘘をちいそばらいを見せていく山田。看板前引きれます。追いつけるかイーシャンテン。イサシの3色。イーシャンテンとなっているのは親番は靴。123これはニャンピンになるかもしれないですね。9番短期に1回受けれるんで、はい、3度引いた場合に。あ、そうですね、はい、トラ短期に受けれるリャンピン切り。いいシャンテンの嵐ですがどうなるでしょうか。まだ入らない。白は1枚切れ。リャンスは残していきます。うわまた出上がりはできる形。だいぶ違いましたね。9万どうでしょうか、はい、9万残り1枚はある。しかもEピンここはあんこですか。あらららら、イスピンのテンパイを山田流派で出上がりができます。まあ、山田、追いつきました。3色の方換算マンで、6万2枚切れ。おこれはどっちもありますよね。ヤンワン切ってリーチもあるし、ウーマン切るなら闇点ですかね。ドラ1、まあそうですね、はい、ウーマン切ってリーチはやりすぎですね、はい、ヤンワン切りはリーチも闇点もどっちもありますね。マクツの選択換算マンの3色ドラ1です。うわ、テンパー取れない。いやー、煮詰まっている終盤。二人が闇天中。あ、ふもと受けた。3は浮いてるんですね。はい。あ、
スーピンは山田の上がりとなりました。リューハ1300です。1300は1600、ちょっと、はい、当たるかなぐらいの感じで切りましたけどね。うん、さあ、トン4局、ふもとの親番に変わります。ふもと獲得タイトルはまだありません。決勝進出歴もなしと、うん、ただリーグは越、趣味はポケモン GO です。知ってます、ポケモン GO。 聞いたことあります。ありますか。アプリで流行ってるやつです、ゲームのね。いい運動になるみたいですよ。最近はあれですね、ドラクエ多く流行ってますね。一切やったことない。あんま、節駒さんやってるって聞いたらちょっとなんかちょっとショックな気がする。でも運動は普段からされてますもんね、よく。ただ僕ね、ゲーム下手なんですよね。めちゃくちゃ下手なんですよ。お絵かきも結構いい味を。あ、はい、僕本当にマージャン以外全然ダメ。マージャンも大したことない。いやいやいや、そんなことないですけど、まあ、唯一マージャンが、まあ、人をたくさんの人を見てもらってもギリギリ許されるレベルかなと。でも絵も結構ファンを魅了してるんじゃないですか。いや、あれは本当に今となって恥ずかしいですよね。何十年麻雀やってたんだよ。本当にああいうもんと思ってましたから。お絵描きなんかしたんですよね、はい、なんかの番組でね、はい、みんなで印象を描くっていうので、はい、そうそうそう、描いたんですよね。ちょっとその裏話言うと、はい、1位と、はい、ビリが残されてて、はい、僕最後まで残ってたんですよ、はい、自分で1位だと思ってますから。あれって麻雀では競わずにいろんな競技とかで競うんでしたっけ。そう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 。それで、まあ、2、3、4、5、6、7位が発表されて、はい、あ、天敗だ、天敗、イフィニマイね、闇天しましたね、闇天です。はい、それで、まあ、僕はみんなの見ながら、はい、ちょっとみんな違うんじゃないのとか思ってたんですよね。最後まで、そこがやばい、本当にやばい。実はビリだったと。実はビリで、よくよく見たら、はい、ああ、スピンか。スピンのつま上がり闇天で、ツボドラ1です。500、1000。はい。いや、本当恥ずかしいな。あとで言いそう、マジなんで。確かにこれ羽だわ。なんかこの輪の中にいっぱい丸がバーって。僕、ああいう鳥だと思ってた。いまだにね、皆さんに引き継がれてますから、はい、さあ、4回戦は南乳です。一ついの親番、山田の闇天での上がりとなりました。龍派が統一は一つぎ、一面つ完成のドラ1です、うん、そうですね、はい、こりゃなんで一泣きもありますね。難入している一つ親番は24,700点。 G 統一もっと当たってたってしてます ね、 そうですね。ただ今回ドラもない。うん、想像も見たいですか。はい、なんか和久津さん8000も上がりましたけど、結構苦しい状況が続いているかなと感じます。はい、お、想像決めましたね。はい、想像もいつ バーピの統一落としを見せていきました。2巡目、3巡目、小原さんは、はい、例えば枠さんみたいに、はい、想図濃厚な人がいて、はい、自分が山田さんの立場にいて、山田さんの立場、はい、はい、時にどうし、ま、はい、思いますか。例えば自分の下茶が染めてに行った時に絞るタイプですか。私は、はい、皆さん私が絞りますからって思ってますね、勝手に。あ、はい、やってますけど、はい、あんまいい、いいことじゃないのかなと。いや、いいんじゃないですか。うん、僕も、はい、結構僕の下茶で、はい、想図本一手がいると、はい、泣けると思うのかっこいい、そう思いますよ、これから。だけど途中で自分の手が進行してくると、まあ、1枚くらいかなります。それがキーハイだったりするんですよね、すごく。最初はおいおいおい、なめんじゃねえぞとか思うんだけど、私が絶対止めてみせるって思ってるんですけど。
もう2フロー入れてますね、はい、バケツが2つ泣かれちゃいましたね。いはい、イーソのポンです。あー、スーソもポン、なんじゃこりゃ。ただ手の内はまだですよ、選手は分かりませんからね。モフモトもいい形、いいシャンテン中、ようやくらしくなってきたんじゃないですか、ワクツさんが。はい、はい、お湯泣きも見せるワクツ、アマドネス。ただ、うん、結構ポンポンポンなんで、うん、まだ脳天高いですね。へえ、ほうほうほう、よっぽど整ってないとね、うん、これでなどうかな、ポンカスですよ、ね。まあ、これで何も手出ししてきたんで、はい、まだでしょうみたいな感じですよね。ただ自分の手が入ってない人は行きづらいですね。そうですね、はい、結局は。うん、カウンピン入りましたよ、まだ。一つにも行きたい手ですしね、6チッパー。そうですね、シーソーが重なっちゃったんで、枠さん、はい、さらに苦しいですよね。本当だ、山さんチャンス、なんかあんこにタブなんです、はい。まあ、怖いのは本一トイトイですね。小茶の枠つ、はい、おお、これは丁寧に、意外と整ってると見ましたか。うーん、ああ、これ枠さんわざと流派見せましたね今。おというのは、あの、自分がバラバラすぎて、はい、ちょっと進んだように見せたいんですよね。うん、作戦の一つですね、はい。流派泣かなかったんですね、一つ絵さん。1枚目の流派、これ天敗で追いつける形にはなりましたけども、うん、6チッパーにしたいってことですかね。最後まで戦えるのは6チッパーだと。感じそうだと弱い、またローソが切りづらいってのもあるのかもしれないですね、はい。ああ、そっか、そうですね、はい、切らなきゃいけないのがソーズ、リャンソーです。行きます、行きましたね、スルッとリャンソー。さすがにリャンソーは通りそうではあったんですけど、はい、チュンフモトも仕掛けは入れません。やはり切り出すソーズが嫌か、うん、はい、まあ、まだまだとは思ってても、さすがにやっぱね、切りづらいですよね、テンパイではなければ、はい。またテンパってでも自分の手がそんなに勝ちなければ、そうですね、あ、いかないですね。あ、やはりチュンは泣かずに、チュンの統一落としと、はい、ソーズにくっつけてソーズが出ない形にしていきたい。まだテンパイではありません。手の内からシャー、これでみんながガッグチですね、はい、うん、あ、ひとついさんどうかな、もうきついですか、ちょっととりあえずすまん。シャを合わせる、テンパイです、テンパイですね、はい。まあ白は行きやすいかな、短期が怖いか。うーん、ウーソチーソは余計切りづらいと思うんですよね。行くなら白ですかね。うん、役はできますか。なんかあんこで白のケースっていう感じ。じゃあシャー短期じゃないのって感じですかね。うん、うんうんうん、白はふもとが打った、はい。このふもとさんの白は強く見えるんで、ワクさんどうするかですね。はい、それでもスーピン、ふもとはテンパイで箱を切り出しました。入りません、一つい親番。お、ランピンチーして、これもまた山田の仕掛けはテンパイできればと。まあできれば取るというね、はい、はい、イーソーの画感です。掘り出したのはローピン、そして手出しで3層となっています。もうわけわかんないですね。アクさん一応テンパイを取れればって感じで感謝はしたけど、
熊田が敗退となりました流局です。麓の一人天敗、白を切っての貫禄走、一度は天敗取らずの純中津の天敗でした。熊田さん嬉しいですね、はい、この一人天敗は。一人天敗、さあこれで何二局は山田の親番です。ドラがローマン、ピンズで一面つかせ、苦しい。ワークツはワークツまあまあ二面つ、うん、そうですね、三ピョン引いたことで二面つ、はい、一ついは七八九が見えるか。ただドラはローマン、山田は17期生、一つ芋17期、麓が21期の枠津は23期となっております。瀬戸熊さんは14期生、はい、はい、小川さんは何、はい、28期です。28、はい、何年目ですか。もう10年近い、ね、10年ぐらいになるんですかね。すごいですね。まだ気持ちは新人です。お、二冊しぶりに、はい、太陽系でEピンから、受験を受けて、はい、研修期間みたいなのがあったじゃないですか当時、はい、その時瀬戸熊さんに、あ、はいはいはい、左利きから右利きに直した方がいいよって一言いただいて、はい、今本当に良かったなと。あの時は当時は無理だと思ったんですけど、あ、すごい、さそ引き入れてのリャングマンリーチです。男前リーチ、はい、リーチ太陽ピンフドラ、闇手の方も多いと。うん、やっぱりね、あの、はい、映像の時代がちょっと始まりつつあったんでね、はい、直せるものだったらやっぱり、はい、うん、私左手もおぼつかなかったんで、その時、はい、左でマージャン打つことあります？なんかセットとかで、はい、たまに調子悪いとかって左やってみたりするんです。多分ダメなんですけど、やってみたりするんですけど、はい、やっぱ全然もう右手の方がやりやすくなっちゃいましたね。あ、右手の方が、あ、それはすごいですよね。さあ高めのリャンマンは、あー、なくなっちゃった。それで僕あの、はい、変えた小笠原さん見て、はい、すごいなと思って。え、本当ですか？です、はい、嬉しいです。はい、プロ意識高いなと思いました。いやいや、ありがとうございます。この間の王位戦でしたっけ、はい、なんか惜しかったの。あ、そうです、4位だったんですけども、ねね、うん、はい、でもすごい強くなったなって、嬉しいです。ちょっとあまり上からみたいで嫌ですけど、もう今のでうるっときちゃいましたもん。ありがとうございます。あの準決勝良かったですね。あ、はい、ああ準決勝めちゃくちゃかっこよかったですね。ドキドキしました、はい、決勝は森下さんがね、はい、優勝を決めました。麻雀ではもう日吉さんより上行ってるかもしれない、はい、いや全くです、まあ、もう全くもう日吉さんに怒られちゃう。これで実況も上行っちゃったら、もう絶対いないんで安心してください。もうバクツのリャウマリーチ、もう闇天でも変わりはなさそうですかね。どうでしょうか。これはね、スパンで引きたいですけどね、はい、引きたいですね、うん、馬が残り1枚ある、あるか、馬1枚、ウーマンでもいいですけどね、はい、もうリャウマンないんでウーマンにしましょう、はい、山田もいいシャンテン、高めのリャンマンは残っておりません。山田も追いつけるか。ドラのローマンはまだ山に残り3枚と。普通にマージャンやってるとこういう手って意外と引いてるイメージありますけど、はい、リーグ戦だとなかなか決まらな い, ないです、ね、本当に決まらない。何なんですか。分かんない。なんでなんでしょう。4戦オール上がれない日って結構ありますもんね。あります。最高打点はね、うん、全然1000、2000だったとか ね、しょっちゅうですよね。あ、ウーマンもうないって大変失礼しました。表示牌にウーマンがありました。ごめんなさい。じゃあもう、うん、悲しいお知らせですね。はい、ここで悲しいお知らせです。
いいシャンテン。安牌がないですね、おそらく。そうなんです。あ、現物抜きましたね。一つ芋バーピンですか。安牌なし。バーピン、バーピンと切っていく。あとは山田が転牌できるかどうか。虎が通る。入るか。ローマンか。スーマンでした。残り妻あと2回。山田親番。本日は5回戦、エツリーグは5回戦、5回戦で行ってまいります。5人打ち、現状内川が抜け番です。なんでしょう、来ましたね。おー、テンパ。はい、ローマ引き入れてのサブロスを。丁寧に打ちましたね。はい。山田が天杯。まだ妻番ありますね。残ってます。おある、ある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 、たくさん宝珠もある。いやだ、きつい。バクツは流局で側が力が入る。そうでした。やっぱり本人も上がりたかったんでしょうね。上がりたいですね。これは今気持ちがこもってましたね。リャウーマン、そして追いついた山田サブロッソの2人転敗で流局。何に局は日本映え。結構力入りましたね。はい、もう髪の毛でね、画面見えなくなってましたからね。ドラがペ。うん、悪くない。はい、バクツはゼロメンツ、ドラ1枚、ハッシュが多いかな。1、2、3、4、5、6、7、ハッシュです。キューピンからふもといいか、ソーズがいい形。出しがあるか。連盟は昨年から角番なしのリーチもできるようになりましたね。はい、はい、そこが変わりました。あと変わった点、あ、先ほど言ってた三茶法。はい、三茶法がなくなりました。三茶法途中流局がなくなりましたね。頭跳ねになりました。はい、あと九死九敗って言うようになりましたね。はい、まあそれはね、あの、はい、まあ一応コールなしでも。あ、そうなんですか。はい、あ、明らかに九死九敗っていう行為で開けたんであればよいでした。うん、まあ角番なしのリーチができるようになったのって、はい、角番なしの定期が難しいってことね。要するにあと1トンしかなくても、はい、ペーチャーの人でもポンが入ると角番できる可能性がある。あ、そういうことです。そうそう、だから4枚なくても角番なしとは言い切れないんで、相撲盤なしでもリーチできるっていうのが大きな理由ですね。だから改善した、まあ、ということですね。まあそう、あの言葉の定義が難しいんで、相撲盤のないリーチっていう定義がおかしいでしょうっていうことで。確かにそこ突っ込まれると、はい、そうですね。まあ、あの実況解説ではね、角番が残念ながらありませんとかいうのは、はい、まあ普通の認識ではやってるんですけど、はい、厳密に言うと角番ないとは言い切れない。うん、間違いないです、はい、あと1個しかね牌、はい、がなくても、はい、あの何ていうんですか、そこでポンっていって角が戻ってくる可能性もあるんで、もうあれがないリーチはどうなんでしたっけ、間違いないリーチ。ー、それはだいぶ前に改善されて、はい、はい、しても OK です。はい、まあ大体そういうリーチはうっかりリーチですけどね。はい、はい、まあ、毎回毎回それを確認してたら大変な作業になっちゃうんで。はい、バクツがドラドラになっています。内川プロは現状抜け番となっております。
選択は流派、うん、ドラドラですからね、はい、上がりたい手ではあります。はい、もうつもばんないリーチって瀬戸熊さんやりました？やってないんじゃない？うん、意外にみんなしないですよね。はい、イーションテン、まあドラさんとかね、役なしでテンパった場合使いたいですけど ね、そのぐらいじゃないですか。打点を上げるみたいなことはあんまりしない、まあ、あんまりしないですよね。んなんかリーボを払ってまでっていうか、そんだけ打点があったら多分リーボ払うまでもないとこも多いと思うんで、先天が、ただね、最終節とかね、はい、最終戦とかで浮きに回るからリーチするとか、はい、そういうのでは使うと思うんですけどね、はい、特殊な例の時以外はあんまり使わないですね。うん、お、はい、来ました。今回もリーチベンチ層引き入れての上がりたい6球満今日は3枚見え、あ、見え見えでもある、でも今回はある、今度はいる、はい、大丈夫。リーチドラドラ高めがちゃんと、でも闇点だと今度拾えそうな Q1 ですけどね。でもローマンは拾えないですもんね。ローマン拾えないですからね。難しいですね、こういうのは。これは難しいですね、はい、うん、さっきのがまだリーチ打ちやすかったな。スクワさんはリーチ、僕どっちもあると思うんですけど、さっき空振ってるからちょっと姑息に行く可能性もありましたけど、闇点で積もればいいんです。ない、このリーチして6万が出るとは思いづらいんですよね。うん、そう考えた時になんか闇点もありかなと思います。テンポッとパピアンコにしてテンパイ、リャンピン切れば1数万、ここはリーチで追っかけです。なんか嫌な予感、1数万待ち、あ、でも1数万薄いですね。ここに2万があんこです。今残り1枚、この一つ井さんのリーチ受けてリーチすると Q1 結構盲点になりますよね。へえ、あ、現物につま切りリーチすると、はい、うん、あるから、あ、そっかそっか、あ、ローマンの方でしたが、キャッチしました。リーチドラドラ枠つの上がり、5200は5800、行卓1本リーポンもついてきます。はい、まあ、休みではありましたけど、そうですね、これは嬉しいですね、うん、連続チャンスで空振るときついですもんね。はい、ちょっと今日良くないのかなって思っちゃいますね、はい。さあ、南三局、5200上がった枠津の親番、さっぱ綺麗に取っていきます。左八ドラはトン、お、面白いぞ、トン欲しい、はい、トントン白発ちょん差し子、あ、そうですね、はい、はい、リーマンからここにトン、ワクスさんはこれで終わりですもんね、今日ね。あ、そうですね、抜け番一番なかったので、はい、だからこのまま終わりたいですよね、プラス終わりたいですね、うんうんうん、そうですね、そっか、ワクスさんにとってはこれが最終戦、最終戦なんで、はい、プラスでまとめて帰りたいでしょう、はい、今日はね、インタビューを行えないですからね、はい、まあね、あの情勢が許せばすぐにでもやるということなんで、はいはい、5回戦も皆様の楽しみの、ね、時間でもありますからね。一メンツ一枚切れの白、日吉さんでは突っ込めなかったところどんどん突っ込んでいただいて、どういうことですか、どういうことですか、これ怖いんですけどできるかな皆さんに素顔をお伝えしていきましょう。でもチンプンカンプンなことはよく言っちゃうんですけど順は一つ井のもとに1枚、バンズに寄っていくのはふもと、何が重なりました、何入中、順は切るのか、
まだ本当のパーマン切り。ドラドラ山田。ひとすいさんがちょっと苦しいですね。はい、展望なくて何といつですからね。山田さんチャンス。ペンチピンを引き入れます。はい。ただ単純にマンズにしていいのかってことですね。町をですか。町っていうか、あの三蔵生かすかどうか考えてますね。難しい。パッと見三蔵がないと思うんですけど、やっぱそうですよね。へー、想像の下に自信があるんですよね。おお、すごい。すぐ三蔵切っちゃいます。あとは、はい、さっきと同じでサブロープ引いた時の布石ですよね。換算は町が良くなるように。二度。さっき、はい、あの同じような形で4、6、8から4切って血は引っ張っちゃったなって。ありました。そう、それと同じですよね。リャンマン残しての捨て牌を作ると同時に三蔵周りもいいと見てるんですよね。取り入れます、はい、すごいおしゃれですね。はい、どうだ。でこれ多分サブロービン引っ張ったらリーチ打つんですね。想像した引いたらリャンマン数ワン落とすと思います。いや、すごい一打ですね、このロンって。まあそうですね、うん、あの、まあ、こういうとこは山田さん面白い一打ですね、はい、両方重ねる。自分の読みに絶対の自信を持ってるんで、うん、なかなかできないですよね、はい、ああ、テンパイ。あら、チューンが重なってのテンパイはGドイツ。もうちょっと待ちたいですから。ローピン短期、うん、ふもともね、本一Gドイツのイーシャンテになっています。うん、すごい、すごいですね。はい、はい、これ狙い通り。はい、リャンウソの怪我、両面両面になりました。ただ3ピンが薄くなっている、はい、うまくいくとは限らないですけど、はい、きちっと自分の読みに従ってるってことね。うん、あ、集まっちゃった。こんなもんね、ちょっと嫌そうですね。結構こういうのありますよね、はい、展望ない時に限って。うーん、でもいや、積もっちゃいますよね。800、1600、もう1回戦ありますからね。はい、800、1600チートいつもの積も上がりでした。さあ、これで4回戦はオーラスに、ふもとの親番。本日は5回戦でお届けしますが、ワクツにとっては最終戦となっております。はい、ドラスソー2面すでに完成。シャアも重なってジャントーができました。28,700点、ふもと。ドツイがちょっと遅れを取っている18,600点。バクツ取って最終戦の34,200点。はい、スマン頑固に。瀬戸熊さんは、はい、この開幕戦っていうのは結構意識する方ですか、はい、それともただの一節と捉えます？いや、やっぱり浮きたいですね。A1 リーグで結構初節浮いた人って結構調子いいんですよね。そうなんですね。じゃあやっぱいい好スタートを切りたいですね。そうですね。昨日沢崎さんは全く同じことを言っていたと。ああ、そうですね。あの意外と、まあ、データ取ったわけじゃないですけど、うん、決定戦乗ってる時は、はい、大体浮いてたような気がするんですよね。すごい。まあ、もちろんマイナスから始まって乗った時もあると思うんですけど、まあ、基本はいいスタートを切れていると。ドラゴン、ドラゴン、やっぱ靴はね、今日はねプラスで終えたいところです。あとはこのデータが途切れたか分かんないんですけど、はい、3桁いった人は1回も決定戦乗ったことないんですよ、マイナスが。あ、マイナスがですね。確か、まあ、途中で古川さんが1回だけ破ったのかな、そのジンクスを。やっぱりだから積み重ね大事なんですよね。だ結構その100を超えないで踏ん張るとか、だから大きく沈む説を作らないとか、そういうの大事ですね。諦めないこと、はい、
さあ、いいじゃん。手のふもとはやばい。いいですけどね。はい、一筋さん曲がりたい。上がりたいですね。ドラガンコ18,800点。タイヤを三つですね。あ、タイヤか。九ピン切り。うん。シャンテンチュの枠図ですが、ここはつむぎりを選択。自然ですとウーピンとかなのかなって。役なしを嫌いましたね。あー、リーチは絶対打ちたくないですよね。今日一日のトータルもまとめたいんで。ふむふむふむ。だからまあポンチしてでも単位を取ると。おお。6球になっちゃった時のリーチ打ちたくないってことですね。そうですね。パーマ残してると9万が来ると。はい、タイヤにならない。さあ、一つはタイヤをね、厳しくなっちゃいました。あ、ポンだ。はい。え、しないの？どうしてどうしてですか？2枚目ですよ。あれ、しなかったですね。はい、トップまで行きたいってことですか？ん、違うか。あれ、オーラスですね。オーラスです。リー、ターン、ドラ、ゴーニー、トップ。トップ狙ってるんですかね。ってことですかね。まとめに行かなかったですね、逆に。もっと目標は大きくと。久本さんもすぐテンパイは入りそうな手ですけど、はい、意外と長引いてる。そうですね、親番のふもと、はい、来た。なんだ、今まだ入らない。リャンソーがアンコになりましたが、リャンピンの方から、入りませんね。ようやく、はい、これリーチかな。お、やめてんでした。イペコ出上がりはできます。ああ、セソ引きだと振り点ですもんね。ドラ引き。闇点の方が上がりやすいってことですよね。ただリャンソンなし。あら、山田の元にあんこです。じれったい。一筋さんは。いいシャンテン。あー、来ない来ない。バクツポンテンは取らずにこの10面まで来ましたが、ジビを切っていく。ふもとは闇天、筋の関連層、一つも取らさん、決まらない。ナンは1枚切れ、自分で1枚切っています。ようやく、うん、うーん、まあ、リーチでしょうね。リーチ追っていく、はい、待ちはスチマン。リーチドラ3です。まあ、このリーチは高そうですね。はい、展望ない一筋さんのあの10名のリーチだから、うん、うん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 、ここにスッチーマンがいっぱいあります。スッチーマン、残念なことに山には残っていません。ないんですね。ないですね。ふもとさんがキープできるかですね。はい、そこに注目していきたいところ。残りつもふもと一つともに1回ずつ。ん、あ、これいい送球。ああ、はい、大丈夫です。振り手のリャンソニー、流局となりましたね。
まずはちっちゃから開けていくシステムです。ふもと一つひ二人転廃で流局となりました。さあ4回戦は連チャンとなります。まあ、4局は一本場、供託が一本です。ドラは1万ランガ統一の一面2ソーズでできています。ソーズが少し多めの形です。ヤンマンから、さあ一つの手配、一面2不満、アンコは山田、二面2完成、流派が統一は靴、うん、一面2現状三入期の状況です。一つの一人沈み、ちょっと一人沈みは嫌ですね。そうですね、はい。面白いのが、例えば山田さんとか和久さんが、ふもとさんから1000点上がると、うん、はい、ひとついさんは何もしてないのに4000点得するってことね。本当だ、うん、12ポイントが8ポイント、まあそれでもマイナスはついちゃうんですけどね、はい、ドラはチーマン、チーマンが浮いています。流派があんこに、あ、もう枠都合いいションテンですね。どうですかね、さっきチーピンポンしなかったんで、どう狙うかですよね。今回ですね、うん、まあ、頑張れば満貫クラスにはなりそうですけど、うん、今回は、はい、ポンテンイースさも終わらせる戦法の一つであるんですけど、はい、まあ、ちょっと浮きますよね、はい、本日上がれば、うんうんうん、まあ山田もいいシャンテンになっています。はい、これは形いいですね。そうですね、うん、そうですか、スード周りがいいと見てみますかね、はい、面白いですよね、うん、なんか形上スーソーしか気にもないように、はい、スーソーしか目がいないです。面白いと思いますよ、はい。まあ、これはしょうがないから取りますけどね、うんうんうん、みんな一緒にはなってますけど、はい、形はロケあの瞬間でも想像になったら振り返りを見てますもんね、はい。闇天の山田はピンフドラ1、あーローピンを引き入れた一ついです。ロケは強いですね。うここにローマンが統一、あれバビン元もいいシャンテン中、ここはペンチャの方を払っていきます。9-1が4山じゃないですか、じゃあもうだいたい山田が皆さん使えなさそうですね。これは時間の問題ですね。お、あ、嬉しい。これはこれで9万使えるよ。ただ6万まだもりもりと、おー、リーチか。あー、山田の欲しいローマンをあんこにしてのワークツはどうする、役はあります。リーチ、ドラ、あ、リーチ、リューファ、リーチだー。あー、トップ狙いだ、はい。出上がりでも、あ、3200でまくりですね、はい。いや、山田さんもあリーチ、え、おかけリーチ、やめてんだ。ナンパーマン、ふもとが闇天、山田さん行きづらい。でもヒュッとヒュッと、あ、な、中筋ワークスさん、ただリーボー出しちゃったんで、はい、耐えられないですよね、2000点ね。あ、山田からのね、はい、直撃で打つと、はい、大丈夫大丈夫、あ、これリーチか、ウッパソウッパソリーチか、リーチピンフドラいけるかな。6チッパーはちょっと遠いですもんね。勝負だ、
ここは3問を切ってのリーチの選択。いや、さんどこまで来るんだこれ。怖い怖い。でも面白い。うーわー無理ー。これワンチャンス、ダブルワンチャンス。でもなんか嫌なリャンマンですけど。行くのか。いったー。かっこいい。ロッキュは。ああなんだよ。ふもとの上がりとなりました。やめ手に構えたふもとが2400の上がり、2400を2700、はあ、なんてで上がり決まりました。まさかのふもとでしたね。まさかの、まさかのもう一曲。青木さんこれで沈みか。沈みになってましたね。沈みになりましたね。第4曲は日本馬です。今日1日のトータルもマイナスになって、ちょっとね厳しいですよね。ドラリアンピン中央がドイツ。なかなかそんなに終わらないもんだ ね、 ですね。山さんの上がりで終わりと思った。はい、あのリャンマン行ったのにな。さあ爆発観察ピンを引き入れます。ふもといいか。今日はふもとさんのあんまり欲のない感じがハマってますね。はい、なんかね、どんどん点数稼ごうみたいなね。ないですよね。ないですよね。最終節残留争ってる人みたいなのもあるんです。わかります。第一節とあまり思えないような。おとなしくしてれば残留なんでみたいな、はい、そういう麻雀に見える。3トップありますよねこれ。 ありますよ。順が重なる枠図、はい、今度は枠さん先天で浮きになりますよね。もうチュンポンでポンしてきますかね。さっきのリボ痛かったな。はい、悔しいな。受けば今日一日浮きで終わります。はい、大事。浮きたいよね。浮きたい。ほんの数ポイントですけどね。あ、全然違いますよね。気分が違いますからね。やっぱりチュンもちもちなんですね。あー、それはきつい。あ、じゃあじゃあじゃあ、本当だ、親ともちもちだ。はい、どうかな。あ、チュンは切ってくれないよね。ロースが来ました。イシャンテン一ついです。トラが両ピン、ここは馬切り。ここはつも切り。六チッパを見ている山田。わあ来ました。テンパイ取らず。取らずでしょう。はい、ローソーじゃないですか。一通か。一通かドラか。はい。うん、ローソー切りのテンパイ取らず一つ、まあ。これは公式ルールよく見ますか。基本プレーですね。お手本のようなローソー切り、はい、取らず。ドラくっつき。はい、まあ、A リーガーは全員ローソー切りますね。あれ多分。こういうノリノリな時だとしたら、はい、一つ井さんの手でも即リーチになるんですかね。どれですか。あの一つ井さんの手でもし自分がノリノリで点数いっぱい持ってる時だったら、はい、多分前原さんしかしないですね。ローソーリャンマンのシャンポン、はい、僕は失敗した時が頭をよぎってできない、はい、前原さんそういうの決めてきますよね。前原さん決めるんで、はい、今からね、前原プロが A2 リーグですからね。あの初めて僕の麻雀を見た視聴者がいるとして、うん、はい、こいつ下手だなって言われますからね。結果出さないと。結果が大事ですよね。そうそうそう、うん、ガフってその手なりする前に積もれば、はい、おお、すごい、これ最高です。これです、これです。さあ、めんちゃんです。はい、イスチソはリーチ、高めがイツのイソ。まあ、これしてくれるとね、はい、あの麻雀覚えたての人は、はい、あ、なるほど、こういうテンパイになるんだ、お手本が、そう、お手本がね、え、イソ山よんじゃないですか。さあ枠図どうするか。イシャンテン行く、キューピン、イソ決めたい、決めたいですね。決めたい。イソ山よ、
ドラ引き山田急う打った人全員沈みだ。はい、みんなだ。いやドラドラワクツ行きたいよ。積もってもラスなんですね、はい、イーソー。ああ一つイーソーちょっと足りないですよね。うーんリーチピン100点足らないのか3色。あここに来た並んでるかイーソーバーマン。高めの磯のつま上がり山にたくさんありました。リーチピンフッツも1つ2004は2200、4200、最後は大きな上がりで4回戦が終了しました。トップから山田、2着にふもと、3着にワクツ、4着に一つ井の並びで終了です。続きましては最終5回戦です。